朝飛び早尾は日本の柔道家。身長164センチメートルの小柄な体育ながら俊敏な動きを持って多くの大型選手と互角に渡り歩き、体重無差別で争う戦後の全日本選手権大会や全日本東西対抗大会、国民体育大会へ出場、活躍した。晩年に開設した施設クラブ、朝、非道場は現在は、 息子の朝日大が監視を務め、全国少年大会や、マルちゃんハイ全日本少年大会等で優勝するなど、全国有数の競合クラブとして知られる。宮崎県東諸方郡本庄町稲荷の生まれ。中学校時代は、金丸茂次や身長150センチメートル、体重70キログラムの小袋ながらしずり込み足や、ともえ投げ、肩車の名手として、 名を馳せた、小崎助八段より指導を受ける。拓殖大学専門部部特化に進むと、勝負の鬼こと牛島達熊や、背負い投げの名手と知られた、大谷明らら柔道界最高峰の先人に学び、以前にも増して厳しい稽古に明け暮れた。小柄な体であったので、他人の2倍も3倍も努力を重ねたという。 このような猛稽古の会もあり20歳の時には入門から4年足らずの間に5段くらいに列せられた。卒業後は警察官として宮崎県警察に報職し、1949年の全国警察大会での優勝や1948年から50年まで九州管区警察大会での3連覇など、武徳会武道専門学校出身の中村恒夫や橋本力と共に、 宮崎県警察の黄金時代を築いた。6段位にあった1949年10月の第3回全日本東西対抗大会に朝日は、西軍15勝として出場、西軍選手2人を抜いて勢いに乗る、東軍14勝、大沢慶己5段を食い止めて引き分けに持ち込んだ。その後横浜市警察に転籍。日の木部隊である全日本選手権大会への 初出場は1951年5月の第4回大会で、初戦で宮川義和六段を優勢に下し、2回戦では山本博士六段から判定で勝利を収めた。準決勝戦で第5、吉松義彦六段の左内股に敗れたものの、体重無差別で争われる、同大会でベスト8入りという朝日の快進撃は、満場の慣習を強炭せしめた。一方、 同年9月の第4回全日本東西対抗大会には、東軍の6勝で出場し、西軍の中島三郎六段を得意の釣り込み越しで、畳寄せを背負わせたが、山本博士六段の浮き越しに新酸を舐めた。続く10月の第6回国民体育大会には、神奈川県の大将として出場、準決勝戦の兵庫県との試合で朝日は、かつての同門。 中村つねお六段の大外刈りに行くし、他のメンバーも振るわず、チームは一から三で敗れて、第三位に甘んじている。翌五十二年には、三度目の出場となる八月の、第五回全日本東西対抗大会で東軍四将に抜擢され、中村つねお六段と引き分けた。十月十八日の、第五回全国警察大会では、横浜市警察の三将として出場し、 京都市警察との決勝戦で、同大会個人戦3位の森山洋五段を優勢に下すなど、横浜市警察の優勝に貢献。2日後の、第7回国民体育大会に再び、神奈川方大将として出場した朝飛びだったが、愛知県との準決勝戦で、伊藤秀夫六段の大外刈りに敗れ、東京都との決勝戦でも、伊藤忍五段と引き分けに終えた。 前年の雪辱を誓う神奈川県チームだったが、東京都には1の3で敗れ、優勝には一歩届かなかった。1953年は5月の第6回全日本選手権大会で、新越地区代表の高島道夫六段と激闘の末に、これを総襟絞りに仕留め、感染していたフランス柔道連盟のポール・ボネ森会長の賞賛を浴びた。 二回戦で二年前の全国警察大会王者である徳島県警察の港昌一六段と大接戦の末に判定を失って惜しくも敗れた。九月の第六回全日本東西対抗大会で朝日は東軍四勝で出場したが、西軍十一勝の河野総援六段に小外がかりで一本を許し、大会自体も西軍に三人残しの対象を譲っている。 1954年の全日本選手権大会にて他の出場者たちと1954年5月の第7回全日本選手権大会では息が上がらず、初戦で岡本正夫五段に敗れて上位進出はならなかった。10月の第7回全日本東西対抗大会では東軍七勝で出場し、岡本真嗣六段を優勢に下し、小兵同士の戦いとなった。 宮川義和六段とは引き分けている。最後の出場となった1955年5月の第8回全日本選手権大会では、初戦で後の世界選手権大会メダリストとなる山穂、君吉五段を小打ち狩りに沈めたが、二回戦で吉松義彦六段に引き付けられてからの豪快な払い越しに敗れた。数々の大型選手を苦しめてきた朝日といえども、 柔道界のトップに君臨する吉松との4 0ラム近い体重差はどうともしがたかったと言える。同じく最後の出場となった10月の第8回全日本東西対抗大会では、東軍6勝で出場し、石橋愛一郎6段を優勢で破って、続く戸田清光6段とは引き分けに終えた。5日後の10月7日に、 開催の全国警察大会にて、神奈川県警察は準決勝で、警視庁と激突。副将戦で、朝日は池田忠夫六段と相対し攻防の末に、勝敗はつかず、試合も1から3で敗れて、神奈川県警察の決勝進出はならなかった。指導者としては、神奈川県警察師範を務める傍ら、壊れる形で伝統ある、慶応義塾大学柔道部にも、 師範として迎えられた。1958年には、神奈川県横浜市神奈川区に、朝、非道場を設立し多くの一般性少年の指導に当たり、また1964年東京オリンピックでは、全日本柔道連盟強化コーチを務めるなど、指導者としても活躍していたが、1969年4月に八段に、昇段した、わずか2ヶ月後に、 直腸がんのため45歳の若さで他界した。前述の通り朝日は、柔道家としてはかなり小柄な体格であったが、その最盛期には、大沢吉宮宮川義和と並んで、小兵俊敏の名選手と歌われ、とりわけ釣り込み腰にかけては右に出る者がいなかった。同じく釣り込み腰に長じた、松本康一と比較すると、松本の場合は、 身長1 8 3トルと上背があったため、嫌やうなく釣り手の肘を折り曲げてかけることとなって、力が幾分減災されるのに対し、朝日の場合は対戦相手が自分より大きいことがほとんどだったため、釣り手を伸ばしきってかけるので力が十分に効いていたという。それゆえに返し技をもらうことはほぼ皆無で、また、そこから連絡する大内狩りや寝技も得意とした。 道場以外でも性格は誠実一途で上からの信頼も厚く、下からも警護を持って迎えられるなど、その人柄は高く評価されていたという。朝、非道場は、その後、妻が二代目監視として切り盛りし、1986年からは、名門、明治大学で、首相も務めた長男の王がこれを引き継いだ。全国少年大会と、マルちゃんハイ全日本少年大会を、 それぞれ6度セイスなど、現在では、全国でも指折りの競合クラブとして知られている。ありがとうございます。